林矢ボタン1月18日隊は、落語協会所属の女流落語家。静岡県浜松市出身。本名は、近田とジエ、出林、チャツミ、ノーナリーブス。特に、ボーカル西地、ゴーフト氏の熱狂的ファン。自身が、NHK ラジオ第一放送、今夜も大入り。渋谷、極楽亭や、JFN、石川二郎をお楽しみはこれからだ。 にゲスト出演した際も、ノーナリーブスの楽曲をリクエストした。師匠とは異なり主に古典落語を演じるが、師匠からは、落語は上手い人に教わりに行け。と言われほとんどネタを教わらなかったとのこと。中日ドラゴンズのファン、2012年7月18日のウーマンズ落語会で、野球場風景という古典落語、相撲風景のパロティを発表。 落語協会層野球チーム、チーム R 所属。フィギュアスケート鑑賞が趣味。プルシェンコのファンとなったことがきっかけで、ロシア語を勉強。2015年11月ロシア語能力検定3級に合格。新内昇進後のサンクトペテルブルクでの講演に繋がった。所属団体や流派の垣根を越えた女流落語家ユニット、落語ガールズに所属している。 他のメンバーは、千柳つくし、古今亭苫子,子、三遊亭愛は、立川小春、三遊亭美陸、春雨や風子、林屋千、柳屋花米、三遊亭遊ぶ狩り、林屋あんこ、春風亭一花、立川男子、三遊亭遊ぶ七。師匠の林屋コンペの多発性硬化症発症から、亡くなるまでの闘病生活においての役割は大きく、 コンペイが、公の場に出る際には、車椅子を押すなど、サポート役として付き添うことが、弟子の中では多かった。コンペイ氏巨に大師匠である初代、林家三平の妻、海老名カイが、マスコミ向けに発表した、追悼文でも、兄弟子の林家う平と共に名前を挙げて感謝、されている。浅草園芸ホール8月中席で毎年行われる、住吉踊り連に所属している。 ありがとうございます。